はい、皆様いかがお過ごしでしょうか。松でございます。ということで今回はですね、やっとやっとですよ、ツムステカリムのわークルービーが、まあ3話が解放されたということで、早速パーソナルストーリーの方見ていこうかなと思います。もう笑いがこみ上げちまうよな。もうほんとね、ほんと1話2話解放されてるってだけでもう見ちゃおうかな、どうしようかななんて、もうね心揺らいだ私ですが、なんとかなんとか我慢してこのね、うわー、クルービー解放までちゃんと待ったよ、偉いでしょカリム君、私我慢できる子なんです、やればできる子なんですはい、ということで、うわー、カリムツムとのひとときおよびジャミルとのひとときでもあると思う多分ジャミルバイパー出てきますよね、ジャミルバイパー君出てきますよね。うわー、ほらやっぱり最初から出てきてるじゃん。うわー、これもしかして最初の出会いの物語かな、ツムとの、ツムとジャミルとのあー素敵、驚いてるジャミルバイパー君。あ、ごめんなさい、ジャミルバイパー君の話しかしない、ごめんねカリム君、ま、気にしてないわけじゃないの、すごく可愛いよカリム君は。うわー、ジャミルのことツムに紹介してくんだ、何この表情本当だね、でももうジャミルあってのカリム、カリムあってのジャミルだからそこは許したってそうだね、まあ、この前みたいにちょっと降ってきたんです、この子らが。そうなんです、うん、見て、愛おしいでしょこの顔、見て、笑ってるような感じするじゃないですか、もう表情がリンクしてるじゃないですか、かわいい、もう本当にカリムツムがいっちゃんかわいいスカラビアのひいきが入っておりますみんなかわいいけどね、みんなツムかわいいけれどもね、うん、本当そうだねもうツッコミがごもっともなんだよな。あ、どうするのかな、世話するのかな、どこに行くのかな、あ、談話室だ。何す、みんなにもしかして紹介するのかな今から。うん、あー、そんな、ちゃんと、うわ、ツムを主役として、あー、宴開いてくれたの、優しいカリムか、楽しいよね、よかったね、こんな楽しいことないよね、なんて言ったってカリムツムですからね優しいカリムくん、あ、どうしよう、なんだ、宴の時に眠くなるなんて、あ、カリムくんのツムえ、何してくれてるのこれ、あーかわいい、盛り上げてくれてるの、優しいしかわいい、うわ、なんかもうほんと主役感、もうみんなの席に回ってお酌みたいなのしてる感じの歓送迎会みたいな、あなたが主役ですけれどもねうん、うん、本当にカリム君に似てるね、カリム君もね、みんなを盛り上げようとね、いいね、宴の旅にね、こんなことしてるんだろうなカリム君てか私今日カリムくんって言い過ぎじゃないまあ多分もう、え、すごい動き、なにこれカリムくんすごい動きしてるねツムよえ、何倍速ですかっていうぐらいの動きしてたんですけれども、ジャミルバイパーくんもすごい驚いてるじゃないのそうだよね、あんな動き本当にねどういう原理で動いてるのこの子たちうん、本当にすごいね、うん、もっと見せて、うんうん、もっと見せて調子に乗っちゃうかな、もしかして、あー、へー、コラボレーション、うわー、どっちも可愛いジャミルバイパー君もそれに加わってくれないかな、カリム君もねダンス大好きですから、あー、すごい動きキレキレすぎるあ、ていうかこの SE がね、このツムツムの感じから、ツムツムの SE なんですよね、これね、多分効果音なんですよね。いや、これがね、可愛いんで、またちょっとね、ツイステとは違った、ファンシーな、ファンシーな効果音がまたね、可愛いんですよね。
お前のすごいとこもっと見せてくれお前のすごいところ私としてはカリム君のすごいところもちょっと見てみたい気もするんだけれどもな。でもすごい張り切ってるねあれ大丈夫、あんまりさせて大丈夫、ちょっと疲れない結構な時間経ってるんじゃない大丈夫だ、疲れてないみたいだ。あ盛り上げ上手だね、カリム君もね、カリムツムもね。だ縦横無尽っていう感じは大丈夫疲れ知らずなのかな、このツムはさ。かわいい。でも、全然生命力がね、わからないから、このツムに関してはね。うん。あんまり疲れてなさそうな感じがするね。ねえ。あ、ほら、今、ビュン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 してるから。意外と、疲れてました、あらららららら、急に来たね、大丈夫張り切っちゃったのかな。ねえ、みんなに、わ、もっともっとって言われて頑張っちゃったのかな。ねえ、ジャミルバイパークね。ああ、ジャミルバイパークはちゃんと分かってたんだね。うわ頑張っちゃったんだよね。ああ、すごい、でも可愛い顔してるよね。あ、おっと、お姫様抱っこなんとか、違いました。肩に乗せてました。ああ、おっきいツムのバージョンかと思ったから、お姫様抱っこしてるかと思った。むしろして欲しかった。あれ間違って、あれ、君2年だけれども間違ったの、保健室への道を。よっぽど気が動転してるみたいですね。カリム君、あっちだよ、保健室。そうだよね。心配すぎて気が動転しちゃってね。ああそうだね。ねえ、ジャミルバイパク、わあ、え、素晴らしいじゃん。両手に花だね。この状況は両手に花ではって、あ、はい、終わりましたね。いやー、カリムが二人で両手に花で終わりました。はい、ということで、つむ捨てカリムの、2話、カリムツムとのひとときにを見ていこうかなと思います。いや、ほんと両手に花で最高なのでは、ジャミルバイパー君にとってはこの空間が一番いいのでは、至高なのではってね。私にとっても至高だなって思うんですけれども。ねえ、ジャミルバイパー君どうかな あ、でもカリムツムがいなくなっちゃったみたいですね。あらあらあら。まあ、確かに。確かにね。楽しいとこいっぱいあるからね。な、怒ってるの？あ、違う、心配してる。あ、優しい。でも、このちょっとおこな顔がすごく可愛い。あ、どうした？あ、ハーツラビルのモブ。何が起こってるの？絶対、絶対なんかやらかしてるなーっていう顔してるね、ジャミルね。あ、教室まで来ましたね。教室になんか楽しいことがあった。教室で楽しそう。教室なのに楽しそうですね。どうしたのかな？うん、何が行われてたんだろう。あ、なるほどね。お歌歌ってたから、あ、混ざりたいって思って。あらら、あららら、それはそれはちょっといけませんね。楽しいのはいいけれどもね、すごい味向けをぶちかましてるね。ここへ来ても味向けを爆発させてますね、カリム君は。うん。そうだね。みんなの邪魔をするのはいけない。あー、逃げちゃった。ここからツムを追いかける作業に入るのかな？二人でね、二人でね。あ、はい、廊下まで来ましたね。いや、ここでもすごいぴょんぴょんしてる。もうとても楽しそう。楽しいのはいいことです。あ、次は？どんなの？おーっと、ポムのモブ。ポムのモブ、あれ、なんか、あれ、ポムのモブ、あれ、ボタンが外れて、あれ、いつも外れてたっけ？でも、やんちゃなモブっていつもボタン外れてたんだっけかな？なんかいつも閉めてるイメージがあった。モブにしか興味がなくなっちゃった、今。ごめんね。あ、カリムくん、また味向け爆発させちゃって、ちょっと、ツーム、ちょっとまた逃げないで。ポムのモブに興味を示したら、いい、もう展開が早すぎて、大食堂まで来ましたね。あ、次は？でも歌ったり踊ったりはしてない。あ、どうしたどうしたどうした、何が起こった、何？ご飯食べたいの？お腹空いてるの？あら、鼻歌でも鼻歌だけでそんな盛り上がっちゃうのすごい。さすが、カリムくんのツムだ。あ、そうだよね。私もそう思います。とっても癒されますよね。うん。そうだね。
そうだね、しょんぼりだよね、しょんぼりカリムくんだよね。うん、頑張って、ジャミルと一緒に捕まえて頑張って。あ、おー近い今一緒にせーので、うわー飛びかかったのかな。さすがハッピースカラビアですね今回のパーソストは本当にハッピースカラビアが過ぎますねありがて、もう私とスカラビアの民としては本当にありがたい展開すぎて、いや本当にね、このままもう本当にグルービーがとても楽しみ、本当に楽しみもう想像しただけで、今まさに想像するだけでもうドキドキしちゃった。どうしたカリムくん、どうしたの、びっくりしちゃってるよ。ジャミルバイパーくんが、あ、すごい、何か妙案を思いついたようで、メインストリートまで、やってきましたね。ここで一体何をするのか、おわおしんとしている。あ、わざと静かにさせたんだ。あ、なるほど、あ、なるほどね。で、カリムくんのツムがあんまりどこにもかしこにも行かないようにしてるっていうことね。うん、なるほど。あとは、あ、素晴らしい、素晴らしい作戦ですね。うん。あ、じゃあ早く。あ、歌とダンスで、虜にさせちゃいだよ、カリムツムをさ。あの VDC の時みたいにさ。ねえ、ジャミルバイパーくん。うん。あ、いたいた、あ、早いね。あれ、え、もう来たの、そう、早いね。もしかして、宴のちょっと雰囲気を察して、あ、でも違うみたい。うん、あ、なるほどね。あ、シーンとしちゃったから、ふらふらとここにやってきちゃったのかな。あ、なんだ、あ、何が起こってる。あ、はい、逃げちゃった。何かに反応しちゃったのかな。うん。どこ行っちゃったの、とりあえず追いかけないといけないね。うん。でも何か音が聞こえたから、そっちに、お、中庭、中庭って誰か歌でも歌ってるのかな、誰だろう。あ、なるほどね、鳥ですか。まあさすがに鳥はね、うん、あの、と、泣かないでって言えないからねさすがに鳥は無理でした。まあでもね、あの鳥の、あ、なんだ、あ、どうしたの、そうだ、あ、ちょっとこれは一大事です。鳥が落ちちゃって、ヒナだよね多分ね。あー、そうだよ、冷静ジャミルバイパーくん。どうして、もしかして魔法で助けてあげようとしてるのかな。あー、カリムくん、あー、優しい。あー、確かにね。あー、なるほど、だから落ち着いてるの、ジャミルバイパーくん。あー、意外と焦ってたあ、どうした、なんだ、あ、進化するのかおや、カリムツムの様子が点点点で進化するやつかな、これポケモンのやつかな何が起こってるの、一人で宴して何をしているの、カリムくんのツムうん、あ、なるほど、みんな呼ぶの、もしかして、わあ、これは来る気がするぞ。あ、もしか、あ、来るみんな来てくれたかわいい、今の呼ぶ合図などかわいい、勢ぞろいじゃないですか、みんな来てくれましたよありがとね。これでもしかして、つむつむして、ひなを助ける感じなのかなびっくりジャミルバイパーくんがまた見れて最高ですね。うん、確かにね、確かに、まあいくらね大きくなれるとはいえ限界がね、まさか木の上までは積めないよね。まさかここから合体技で融合して何かしらの大きな積むになっていくというわけではないのかはいつもの積むでした見覚えのある積むでした本当だね、つむ、なんて天真爛漫なんでしょう、カリムくん。つむつむ、ジャミル、見てみろよ、つむつむだよって天真爛漫が過ぎるよ。かわいい、見て。カリムつむが一番上だよ。何しようとしてるのかな、うん。うんうん。だじゃ、ここ、虚無の時間。あ、どうした、あ、ちっちゃくなってる。なんで、諦めちゃってしぼんじゃったわけではない、何が起こってるの、あ、もしかして、縮んで一気にジャンプしたみたいな感じか。すごい、あららららら、なんて頭が切れるんでしょう。
わあ、楽しそうだね。まあ、みんなよかったね。みんなのおかげだよ。みんなのチームワークによりね。カリム君のツム。いや、ほんと団結力が素晴らしいですね。なんか、ああ、こうやってツムの行動を見てるこのスカラビアの二人がなんかパパとママみたいで、なんか、子だくさんですね。もう話が飛躍しすぎてるのよね。あ、行っちゃったの？ ありがとうね、もう。後で日給払います。うん、本当にお手柄よかったね。ひなも全員無事だって。うん。うん、そうだね。うんうん。もしかして宴を開いて、また開いてくれるのかな？うん。あー、素敵。ネッサの国で？あ、俺の家ってどっちの家の話？寮の話？それともネッサの話？また一緒に会う約束を？してくれたのかな今、文字書いて。泣いちゃう。本当にね。それで大変なの、ジャミルっていうね。はい、終わりましたね。2話が終わりました。なんて楽しかった。楽しい。僕、今、楽しい。しかも、次、クルービーじゃね。はい、ということで、カリムツムとのひとときが、なんか夕暮れだから、もうそろそろお別れって感じ？あ、夜？もうすぐ夜なの？あっという間だね。いや、こんなに仲良くなったら寂しいよね。二人とも寂しいよね。僕も寂しいです。一緒にいよ。弟に、そんな、血縁関係に。そんな簡単に、養子とか、そういう家族になれるんですか？私もなりたいんですけれども。すごい、しかも、パパに許可取らずに勝手に弟にされるっていう素晴らしい。確かにジャミルも大変だよね。確かにどういう生物なのかもわからないのに急に弟になるっていう。確かにね。そうだよね。それはそうだよね。ツムにはツムの生活があるよね、きっとね。どこに住んでるのかもちょっと定かではない。まあ、ツムのね、世界があるんだとは思いますけど、あちらの世界がね、あるんだとは思うんですけれども。あ、帰りたいんだって。帰りたいんだ。そうだよね。もっといっぱい、もしかしてね、ジャミルバイパーくんのツムとかも、あっちの世界にはいるんでしょ？ね、まあ、ね、グルービー前のスチルでは、ちゃんとジャミルバイパーくんのツムもいたけれども、やっぱりあっちの世界にはちゃんとジャミルツムもいるから帰りたいんだよね。ねえねえ、カリムくんのツム。何やりたいんだろう。どっか行っちゃったよ、また。君すぐ逃げるね。あ、でも見て、この包容力、器のデカさ、それがカリムアルアジーム。落とした？ジャミルバイパー君が？お、ま、なるほどね。なるほど、なるほど。カリムかける2になるっていうね、そういう。それの懸念があって、そんなことを言ってたんですね。まあ、演技派ですね、ジャミルバイパー君はね。うん。あ、軽音部の部室まで来たんですね。あ、なるほど。やっぱりまた音楽大好き人間とすごいね。めちゃくちゃできてるじゃん。すごい。カリム君と同じぐらい叩けてるのかな。本当だね。つむつむ七不思議だね。うん。そうだね。じゃあカリム君と一緒にドラムを叩いてジャミルバイパー君が踊ったりするのかな。むしろジャミルバイパー君が踊ってる様を見たいんですがって。もしかしてグルービー一緒に軽音部で踊ってる。グルービー踊ってるっていうか演奏してる。あ、中庭か。あ、中庭の方か。じゃあ夜のグルービーなの。うわー、おー、すごい、素晴らしい。二人とも素晴らしい。いや、残念ながらね、これサブアカちゃんだからさ、グルービーモーションができないんですよ。だから、私にはこのパソスの一瞬しかこの、一瞬しかこのグルービー絵を見る、もう見るチャンスがないんですよ。本当に。だから本当にもうそろそろなの？そろそろなの？もうしっかり見ないと私、ジャミルバイパー君がどれだけ見切れてるかが勝負ですよ。お願いね、ジャミルバイパー君ね、こっち見てくれるのかな？もうドキドキしてきちゃった。グルービーに気を取られて、焦ってる。見て、焦ってる。ジャミルバイパー君が、すごく焦ってる。何この表情、めっちゃ可愛いんですけど。この表情で一生いてほしい。あ、ダメでした。100面相ですね。あ、もうそろそろなのか。
そろそろ、あ、ジャミールの手料理だって。あ、好き。食べたいです。集まっていいかしら。もしかしてグルービーは、スカラピア寮生全員のグルービーが、素晴らしきグルービーが来て、うわぁ、そろそろ来るのか。ねえねえ、なんかもう終わりに近づいてるじゃないの。ちょっと待って。宴のグルービーなの。ねえねえ、どうなの。ああ、静かにできない、静かにできないよ。ごめんね、グルービーできなくて、キャンディーがあと2個足りません。いや、集めとけよっていう話なんですけれども、レベルアップでいっぱいいっぱいだった。エピソードレベル貯めるので。でも、あ、すごい、もうすごい、なんか2人が並んで宴してる、この素晴らしかった。もうこれは一生見てたいから、もう頑張ってグルービーさせたいので、それまあ後ほどっていうか、もう後日しっかりとグルービーさせてあげたいかなと思いますが、とりあえず今日はこの余韻を余韻に浸らせてください。いや、本当にツムステッドワンダーランド最高のイベントでして、まあ第1弾のリトルとレオナはもちろん素晴らしかったんですけれども、今回のアズールとカリモも、まあアズールはすり抜けたんですけれどもね。いや、もう全体を通して本当に素晴らしいイベントでした。もうまたコラボお待ちしております。はい、ということで今回の動画はここまでです。ご視聴ありがとうございました。うっぽ松です。